綾乃さんの精神状態も含めまして、これからどうなっていくかですよね。綾乃さん自身に怪我はないようだという情報も入っています。綾乃さん自身に怪我はないようだ。ただアメリカの NBC は現地の情報として、爆発は2回あり、少なくとも20人以上が死亡、100人以上が負傷していると、そういった情報もあります。警察はコンサート会場